今日はフィリピンで会社を作りますかサムネイルになってるけどちょっとわかんないんですけど、あのー、ちなみにですけど今<ん>3月の今日ね、あのー、これ俺カレンダーで5日5日なんですけど今度土曜日か8だったかな7かな7日からフィリピン入ってもう会社作ってくるんですよ実際に登記とかそういうのしてくるんですよ、まあ もちろん自分一人で作れないから、まあいろんな人とこの4回、5回、もう6回行ってるかな、フィリピン。5回、5回かな。行ってる中でいろんな人と知り合って、まあ日本でもまあ何十人以上会ってるかな、フィリピン関係で、いろんな、まあフィリピン行ったことある人、行ってない人、含めてフィリピンに精通してる人、いろんな、まあ、あと、 学校とかそういういまあこれ後で話す,です最後にちょっと、まあ、何,何を作るかという話もするんでちょっとあれですけどその時にちょっと話すけど、うん、まあそういう中でいろんな人と話してあってまあとりあえずまず会社作りに行くんですよ来週ねあ今週の土曜日からね、うん、からそういう中でちょっと今日の話は進めていこうと思いますえー、いつも 言うんですけど、あの、チャンネル登録といいでね、あれ、あれ、ちょ本当にしてな、ね、い。もうセミナー動画も再生回るのもしょうがねえなと思ってるんですけど、まあ、会社やりたい人とか、今やってる人で塗装屋さんとか、まあ、芝屋さんとかいろんな、その辺の絡みになると思うんですけど、まあ、その、絶対的なね、見る人が少ない中での話で、まあ、そういう人から何回かコメントでね、 まあ勉強になってるであれセミナー最近やんないんですかとコメントくれるんで。まあちょっと頑張って作ろうかな再生伸びんけどって思ってるけど <laughs>。まあちょっと頑張ってね。あの、今だって YouTube の,のメインの朝6時に上げてるのもすっごい伸びてるでしょ。まあんでみんな頑張ってくれてね。あの結構いい数字まで来てるから。まあ10万、あと2ヶ月ぐらいで10万、10万人チャンネル登録超えれたらなぁと思って今頑張ってますけど。 うん、まあもともと当初予定書類だいぶ遅れてるけどねまあちょっとセミナー始めますんでよろしくお願いしますえー、まずはなんでフィリピンに会社を作るのかなんでフィリピンに会社を作るのってもう別にね最初は大した気持ちも何もなかったんですけどあの YouTube はもともとやり始めたじゃないですか,ですかでこれ結構つながってるんですけどもと、ま、も、あ、と YouTube やり始めるっていうのは全国に その職人さんと直接喋れる何かネットワークを作りたいなって思ったのがきっかけなんですよ YouTube って結構本気でやり始めた時。なんでっていうと俺はもともとその外気闘争っていうこのビジネスにまあ命かけておるぐらい真剣にねだってもうピカピカにしてきて毎日悩みながらね あの俺が塗装をやり始めた。俺、飛び職人だったから、その、やり始めたのって遅いわけじゃん。何十年もやってる人たちも多いけど。で、その人たちにむっちゃ叩かれたの。で、バーガーみたいな。あの、まあ、会ったことないやつなんだよ。言、まあ、わしとけと思ってたけど、今でも名前上げりゃ何人も出てくるけど、アホみたいなやつ。だけど、ね、ある程度じゃあその人たちも、まあ、抜いたって言ったら表現悪いけど、会社の規模としてはうちのが大きくなって、まあ商品もそれなりに磨いていいものを作っとると思うんですよ。 で、俺はこれ全国に広げていこうと思ってたんですよ。もともと大阪とか東京とか関東とかにね。で、じゃあなんで今広げないのって言うと、この何年間か、5年、10年だよね。で、やっぱさ、時代が変わったと思うの。このス,スマートフォンっていうのなかったじゃん。で、それができて、やっぱその時代の変化が早いってよく言うけど、何が早いってやっぱその IT 業界でしょ。ウェブ関係が本当に もう変わってきてき今までパソコンの前に座んなきゃいけなかったのが今携帯から端末からね見てホームページもそうでしょうあのパソコン向けに作るんじゃなくてあのスマホ向けに作ってパソコン用になんか別にいいわっていうぐらいスマホ9割みたいな世界じゃん。で俺が本当にまに仕事で一番感じたのがもう俺が関東関西に行っていいものを安く提供するだから俺は伸びる。 ね、会社として命かけれるだけの価値がある商売だなって思ったんですけど、じゃあ、俺がさ、まあ、関東関西出してもやっぱ管理しなあかんし、営業をン抱えなあかんし、ね、リスクも背負ってくから、やっぱそれなりの価格になるわけじゃないですか。ね、中部地区でこの価格で出し取っても、まあ、関東関西出したらもうその金額でもやれないわけでしょ。ってなった時にはもう、先行者有利じゃないけど、関東関西に、 おるわけじゃないですか今どん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 もう増えてってウェブで,であのどっちかっていうと昔一強一強っていうかまあ強いやつらが上におってあとはもうなんか B2C じゃなくて下請けに入るみたいなところが今ある程度の規模でもう一般の人とやっとるところがいっぱいあるもう名古屋でもそうなんですよね今僕ら以外にもそのうちより全然規模ちっちゃいところでもお客さんと一般ホームページとかウェブとか折、まあ、り込みチラシもいろいろあると思うんですけど。 いろんなことでもう一般の人とやれる時代だと思うんですよね。で、これ見,見てる人もそうだと思うの。もうこれから一般の人と本当にやれる時代だよね。で、社長が見積もり行って、お客さんと話して、まあぶ、ぶっちゃけこういう値段でかかるもんで、これでやらせてくださいって言って、その代わりきちっとやりますって。うん、うちの会社小さいですけど、ね、信用してくださいって言って、まあ、やってる人っていっぱいおると思うんですけど、じゃそういう中に割り込んでって、俺が、 やる必要があるのかなって言ったらもうないなぁと思ったんですよ。だったらもう関東関西とかもうやるとかもう全然気持ちが泣いてきちゃって。だったらじゃあ、だって行く時にさ、まあそう、うちの優秀なね、幹部クラスの子たちも送り込まなきなんかったじゃん。なこっちも弱くなるじゃん。だったら今うちにおるスタッフは、もうできるだけそのうちのじゃあ愛知、三重、岐阜の、その今はね、そういういい位置におる。まあ、1位って言っちゃいかんと思うし、あれだけど、 まあ,ある程度ねやっぱガーンって折るわけじゃんうちが塗り替え道場っていうかねでそういう中で、あのー、よりこれを強くさせるためにじゃあもうスタッフのエネルギーを関東関西に全線ね戦争で言ったら全線広げるぐらいだったら、まあ、ここで勝負した方がいいやと思って YouTube 始めたんですよでじゃあどうやってじゃあ俺の次の愛知三重岐阜で じゃあなんかリフォームにもっと力入れるかとか他のこと飲食やるかとか言ったらそれ俺ないんだ俺の中にじゃあ塗装でじゃあどうやってじゃあ次のステップ目指せるかなより強い塗装会社よりいい塗装会社って何かなと思ったらだったら俺この B2C で一般の人とねお客さんから依頼するっていうもうすごい勉強したさ広告だとかウェブもすごい勉強したつもりなのこれでもねまあ分からんよだからその。 どうしたらいいかわかんない。俺、技術的じゃないかな。塗装もじゃあ塗れるかじゃ塗れんけど、どうやってやったら品質管理できるか、どうやってやったら職人をよりいい、ね、ローコストでいいものを作れるかっていうのはすごい研究してるわけじゃないですか。だからそういう中で、あの、お客さんを集めるっていうノウハウも持ってるからある程度。じゃあ、俺はじゃあこれを活かして全国に、まあ、その、障害ビジネスみたいなね、 で、今もあるんだけど、そんなもんは。すごい高いんだわ、紹介料が。だってお客さんこれ見てるんだったら、まあ、はっきり言ったけど、損してるよね。例えば結構いい金取られてるでしょ。まあ、登録してる人は知ってると思うけど、結構いい金取られてんだよね。紹介やんねん。だからそこをぶっ潰すつもりで、ちょっとやろうかなと思って、YouTube でじゃあ全国の塗装職人さんが集めれる状態を作ろうと思って、今作ってってるんですよ。うん、まあ、ちょっとフィリピンの話がど,どんどん離れていっちゃったけど、 うん、で、まあ今ある程度チャンネル登録者がいって、これ10万、まあ、C と言えば20万ぐらいまで行きたいんですけど、まあ10万ぐらいでそれちょっとやり始めてみようかなと思ってるんですよ。で、今ちなみに、もう2ヶ月、3ヶ月後ぐらいにはリリースなると思うんですけど、求人めちゃくちゃ安く。まあ下手したら無料。無料はちょっと偉いけど、あのすごい安く、全国のまあ2、3人とかでやってる子とか、1人、2人でやってる子とでも求人やりたいじゃん。だけど年間、やっぱ、ね、1ヶ月とかでも10万とかかかるんでしょう それをすごい安くて、だって職人さん、YouTube は職人さんが全部働きたい子も、ね、人雇いたい子も見てくれてるから、で、この YouTube を中心に求人作れば、別に俺も1000円でも村や、3000円でも村や、ね、もう儲かれ、儲かれへんよね。潰れん時は俺もビジネスとして成り立てばいいのかなーって。ならウィンウィンになるから、ちょっとそれは今、求人は動いてるんですけど、これ紹介ビジネスっていうのが俺の中で、元々はゴールであったんです で、まあ、その中でいろいろやっとる中で新しいものが見えてくるんですけど、まあ、フィリピンに話しそうか。まあ、そういう中で、俺がフィリピンになんで会社を作ろうかっていうと、じゃあ、日本で俺が、まあ、俺でも誰でもいいと思うんですけど、何か無理して、なんか要素のもんこじ上げてまでやるんだったら、なんか、うん、その、俺ではできないな、みたいな。それはもう何日本はやっぱある程度、 成長してるからさ、俺がまあ、もし1兆円とか2兆円とか持っとってさ、何十億何百億って持っとってさ、商売やるんだったらまだまだやってみたいな、なんていうのはあるけど、そこまでのね、中小企業だからない中で、お金ない中で、ね、ビジネスやるのに、じゃあ、必要のないもの、ただお金儲けのために俺はやるっていうのはもうないからさ、何か必要とされるものに入ってて、これ、だってこんなに高い、思うのは株とかもすげえ高いじゃん。 ああいいうののもっととと安くできんのかなとか考えてるだからあれすごい規模がると思う数とあれが出せればあれ家具も安く作れるよねまだまだとかさだからなんかそういうビジネスをやりたいなっていう中にじゃあやっぱフィリピンってまだまだ何にもない中にねえ可能性があるじゃん建設業も全然ダメ、ね、えでそういう中に、まあ、フィリピンっていうのを俺はまあ可能性見てやっぱ必要とされとるものが提供できるんじゃねえかなと思って、まあ、ちょっとあの後半で。 商売何やって何やるかもう決まってるんでちょっとそこら辺は話するんですけどうんまあそんな感じかなんでフィリピン行くよっていうのはちょっともう話がなかなか長くなっちゃいましたけどじゃちょっと後半行こうかはいじゃあ後半でまあ何の会社作るのまあこれ一番気になるところだと思うんですけどあのね、まあ、俺はもともとねフィリピンで会社作ろうと思ったのはあの 今送り出しとか組合であのベトナム人実習生入れてるでしょ。ね20人ぐらいやっぱりあの子たちってさまあ給料安いっていう言葉はいかんけどやっぱり向こうの給料からしたらあの子たちも高いだから俺らからしたら安いっていうその立ち位置で,で一生懸命やってくれる日本人が求人なかなか取れないっていう世界でねあの活躍してくれとるんだと思うんですけどそういう中でさその何こっち連れてくる子 たちって仕事日本語ある程度3ヶ月4ヶ月ぐらいベトナムは6ヶ月だ言ったかな勉強してくるんですよ。だけど全然喋れない。もちろん。で、ある程度6ヶ月はまあ喋れんだろうけど、あの、現場のことが分かんないね。安全帯も分かんないし、あの、ちょっと、あ,あの、スパナーとか、まあ、道具、いろんな会社がら塗装だったら塗料とかローラー持ってこいとか、足場材で言ったら足場材の一個一個の値段、あの、値段じゃない。名前だよね。名前も分かんないから、専門用語を教えるのと、 あとはさ、現場来て全く仕事を教えてもらって来てないから、あの、仕事をちょっと教えたいんだわ。一ヶ月でもいいで。で、ちょっと、例えば足場で行ったらちょっと組ませる。うん、一ヶ月く、あの、訓練として組めやさ。まあまあ、やれるじゃん。うん、で、部材の名前全部覚えとったら、あれ持ってこい、これ持ってこい、あれ3個、あれ4個持ってこいって言ったら、もうわかる。で、ちょっと組んどけって言ったら、怪我もしないだろうし、今日本でやっぱさ、 いきなり現場やったことない子、言葉がしゃべれない子、現場にポーンって言って、俺がついていくわけでもないもんね、さ、現場も忙しいもんね、もともと日本人二人でできるのに、ベトナム人が一人入って、まあフィリピン人でも実習生が一人入って、三人でやることで終わんないっていう現象が起きちゃうんだよね、最初の頃。で、こういう時にやっぱ怪我って起こると思うんですよ。で、この子たちもなんか雑用ばっかりやっせて、あれ持ってこい、これ持ってこい、わからなかったら、ボーっと突っ立っとくしかない。 みたいなな世界にっっちゃって日本人にもストレス溜まるし、そのベトナム人、外国人、自習生にもストレスが溜まるから、だからそこのなんかクッションみたいなので、向こうで学校を作る。で、1ヶ月ぐらい訓練する。で、この子たちを、まあ、日本に連れてくと。あの連れてくっていうのは、まあ、組合とか当社はいいもんで、ね、別に俺はそこで商売やらんでもいいもんで、俺は学校としてビジネスであの収益出す。で、 こ,この、まあ、向こうで言う、ベトナムの、そのあ、ベトナムで言ったら、まあ、フィリピンでも何でもいいんだけど、その、ベトナムで、あの、学生っていうか、その、あの、日本に来てくれる子を集めるのは、送り出し機関っていうんですよね。で、こっち側は、受け入れて、その、会社に割り振る人ですよね。会社側ね。で、これ、日本側の組合、あ、組合っていうんですよ。で、送り出し機関。これは、その、だっベトナム人を集めて訓練してくれるとかだよね。で、こことここがくっついて、組合が、 俺らみたいな企業にまあ送っとるんですよ。で、この人たちがまあ欲しい企業を探したり集客したり、いろんなことをビジネスとしてしとると思うんですけど。で、俺はまあ別にこれがやりたいやりたくないじゃなくて、まあ、ここに上手にはまり込んで、こういう1ヶ月訓練した子たちを使いませんかと。その代わりちょこっとお金くださいねみたいなことがやれればなって。で、俺、YouTube で例えばじゃあ宣伝するとかさ。うん、あの、うちはこういう学校でやってる子がおるよ。じゃあ訓練して。 ねえ、足場のことちょっと分かるここを利用と、そのことここまではできるようになってるよっていうことを、まあやりたいなって。そうすると YouTube で、ああ、じゃあ話だけでも聞いてみようかってなるじゃないですか。今まで付き合っとる組合はもう何もできんやつを連れてきとるけど、うん、まあここの紹介で値段変わんないんだったらこっちで頼むかってなるよね、多分。でそれをちょっとやってみたいなと思って動いとったんですけど、なんちゅうかな、その、やっぱさ、僕の中で話がどんどん変わってくるっていうのは、まあ別に俺もう、 ガチッとこれやるって決めたわけじゃないし。だってフィリピンに行ったこともないの俺よくそれ聞かれたのフィリピンって何商売やるのいや、まだ考えてないんだよねって。ぼんやりはあるけど、だって考えれるわけないよね。アメリカに行ったことないのに、アメリカで何やるって決めれないでしょう。うん。だからで、例えばさ、まあ、ね、お見合いするでも何もいいや。お見合いするって。じゃこの人と俺はもう結婚するって、会う前から決めれないじゃん。それと同じ。相手のこと分かんないのに、 何も決められないから俺はじゃあフィリピン行っていろんなことを見て学んであの考えたいで今ちょっと話が来てんのはまあちょっとねあの手伝ってくれてる人がねまあいろいろ声もかけてくれていい話になったのがもう学校もまだねやっぱ俺もフィリピンにある程度根生やさなかゃね俺も日本にある程度根生やしわけじゃん誰かに電話したら YouTube でもこれ出てよっていろんな人も出てくれたり。 こういう今問題が起きてるんですけど、こういうのってどうしたいあ、これじゃあ詳しい弁護士さん紹介してあげるわとか、詳しいね、行政書士さん紹介してあげるわって、もう根、ね、生えとるわけじゃん。俺は日本に。だけど、フィリピンに何にもないわけでしょ、俺。うん。で、いう中で、じゃあ、ね、あの、でも遊びに行っとるだけじゃいかんもんで、まあある程度ビジネスしていかなきなと思ってる中で、まあちょっと、建設会社をやらないかっていう話が来て、まあ今向こうで、まずはね、 学校だなんだってやるよりも、まあ多分建設会社で向こうの工事をする。これってでもさ、メリットあるよね。建設会社やってたら人も集まる。んで、そこに働いてくれた子たちを日本で働きたいって言うんだったら、こういうのがあるよって言って、だったら経験値もあるだろうし、ね、現場のことも分かっとるだろうし、でそういう子たちをまあ送れるっていうことがある。で、まあ俺は今、建設会社を今はまず、 やろうと思ってるんですよ。でもそういう中で、もう本当にこれは何も言えないから、今日もちょっとね、もっと従業員のことを喋っとったら、ね、まああるいろんな、その子の情報筋からい言うと、なんか、うんまあ、まあある商売まあ言わん方がいいかなそれ誰に言われたかとか、その相手、まあその従業員はこうは言ってもいいと思うんですけど、そのもう一個向こうの人が言っていいかどうかわかんないではないけど、あるいはこういうことが、まあ利益も出とるし、あの、儲かると。 まあ、儲かるって言って、儲かるんだったらやるんかと言ったら違うわけだよ。ただ,だ、まあ、儲かるってことはないんだっやっぱ必要とされとる。うん、例えばじゃあ、何かな、まあ、塗料でもいいや。塗料を中、あの、フィリピンとかベトナムで作って、日本に持ってくることで安くなると。ね。今まで1万円で買っとるものが9000円でもしつく。お客さんに提供できるなら、それって必要とされるから、儲かる。利益が出るわけじゃないですか。だけど、無理して人騙してなんかやるって、そうやって儲かってる人もおりゃ、 でも儲からん必要とされてないビジネスって、まあ、淘汰されていくわけじゃないですか。で、コメントでもこの間あったな。なんか、値段下げるがどうのこうので、そんなことしたら、その、自分たちも損だし、どうのこうのじゃないですかって言ってコメントをくれた人おるんですけど、丁寧に書いてあて、アンチじゃないね。意見くれたんですけど、俺らも値段なんか下げてない。だけど、みんなも下げとるし、だから、もうその、下げる下げるんじゃなくて、コスト努力って、俺がいつも言ってるのって、本当にコスト努力しないかあんだわ。その、努力しは当たり前。 だスポーツ選手が努力しないと同じよ。で、オリンピック出たい。でも努力はしたくない。うん。みんなゆっくり走ろうよって。だったら俺たちオリンピック出れるよって言ってるみたいなもんで、努力はしないゃいけないんだわ。俺も価格なんか下げたくないし、あの、職人の単価ももっと上げてあげたい。うん。別に支払いもしてあげたい。ただ、企業とじゃあ予想で1万円で売っとるものを、1万2千円払って、いいよいいよって、うちの職人さんは1万円だけど1万2千円でいいよって言ったら無理なんですよ。 そのことやったら潰れるもん。ほにね。ただ、うちは本当に、まあ、働いてる子、給料、日給の子、結構高いと思う。予想よりね。さまにただ、うちはもう、その、労働で言ったら、めちゃくちゃ厳しいから。その、時間じゃなくて質。うん。俺はもう当たり前に言うし、職人が現場行って挨拶できんかったら、お前見やめてけばばばやろうって。俺はサービス業だぞって。うん。いや、え、そんな営業がやってくれや。そんな現場管理してくれる子がやってくれや。まあ、そうなったら、またコストかかるやろうって。管理何人やどうなかったじゃん。 だったらお前は給料を波にしろよってよそと同じ単価にしろよってまあよく言うんですけどだからコスト下げれる俺も俺もぜあの本当にもう決算書も今度本当出したろうと思ってるまあまあ今年はちょっとどうかなと思ってるんですけどまあ今度ね 何万人、まあ、10万人記念ぐらいで決算書も出してもいいぐらい。別に俺、決算書従業員みんな知ってるからね。うちの会社がどれだけ利益が出て、どれだけ給料で、お客さんでも見積もり依頼してる人が、もしこれ見てたら、ちょっとあんたのところの決算書見せてって。限界いくらなのかを見せてあるもんね、別に。何にも恥ずかしいことじゃないし、うん、何にも隠すとこないし、別に俺は一生懸命やって、これだけしかまだできません。うん、これだけはできてますっていう。だって通知表でしょ。 だって、外気塗装頼むのに、オール5のやつに頼みたいでしょオール1のやつに頼むうん。明日潰れるかもしれん。保証みんなね、今、塗装屋なんか10年保証とか15年保証ってバカみたいに言ってるけどさ。うん。じゃ本当に10年後、15年後は何保証してくれるのじゃんって。お前んとこ、赤字で会社やってね、あの、いい加減なペンキ塗っとるやないやつが何保証するんだって言って思うけどさ。ま、う、あ、ん、俺はもう決算書も何でも出せるし、まあ今度 YouTube にしたのうかなと思ってますけど、 なちゃったまあ、そこ興奮しちゃって忘れちゃったわ <laughs>。そうそう、ああ、そうそう。でまあ、俺は、その、一生懸命やる。うん、で、その、フィリピンでもそう。同じ俺がじゃあね、まあ塗料やっても、今度またじゃあ塗料に、どんどん新規参入が入るわけじゃないですか。そうすると絶対コストって下げて、数ある円の。相手も下げてくるで。塗装もそうだもん。もっとめちゃくちゃ値段でやっとる人もおりゃ、もっと高い値段でやっとる人もおる。うちもね。 上も下もおる。だけど、俺らはここで勝負するって今、やっとるけど、じゃあいつも会議に出るのもっと値段下げるかって。じゃあ5%下げたら、客出しをね、一般の人に5%下げたら、じゃあどうしなかんのって。ね今うちなんか本当に現場管理費8%ぐらい営業マンと現場管理する人が8%で回しとるのかなあ、ちょっとこれ、去年の数字かもしれない <laughs> ただ、それってすごいことよ。10万円、あ、100万円の現場8万円ぐらいで回してるわけ。 ってことは、一人の人がどれだけの現場回さなあかんって、ね、すごいことだよ。あ、ま、車のガソリン代とか全部あるでね。うん。そうすると、だって、10件、十何件で、契約もらえんやつもあるわけでしょ。なら、一人の営業マンが月20本とか水盛りやるでね。本当に、普通に。で、そこってじゃあどうやってやってんのってあいろんな対策とか、ね、IT を駆使したりとか、いろんなことやってるよね。 もう今まで10分でかかったこと1分でできるようにとか、で、今度車にプリンター置くかとか、まあ、いろんなことをと、にかくありとあらゆることをやってる。そうやってコスト削減してるから、うちはもう本当にちゃんと利益も出とるだろうし、ね、お客さんにもいいもの安く提供できとる。俺はもういつも胸張って言うもんね。で、職人こんなに抱えてるだって、これだけの規模のお菓子ないでしょ。足場も自分のところで組むトス屋さんってあんまないと思うよ。昔のあの丸太だったら別だけどね。丸太なんかでも逆に高なるじゃん。ね、二人で二日ぐらいかけて組むんでしょ。 うちなんかベトナム人使って1日で組んでくるわけでしょで。1日で組んでバラしてくるわけじゃん、3人で。ってことは、ね、一件に対して足場って3人しかかかってないんだもんで。一般の戸建てでねで。それを考えや、そゃ安いわね。で、これだから、うちは利益出るんだよね。足場屋さんに丸投げしとるわけじゃねえもんで。うん。まあまあ、ちょっとそこ、金の話になると興奮しとるわで、ごめんなさいね。<laughs> 動画にならんか、これ。うん、そうそう。うん あ何,何の会社を作るかの話だけど。まあそうそう。まあまあ、だっ生きながら考えながらやりながらですけど、まあまず建設会社やっ,ちゃやってみようと思うんで、またちょっとそ,れそこら辺も YouTube にできたらなと思ってますんで、えー、なくなっちゃいましたけど、また見てねー。あ、チャンネル登録いいねだけしてくださいよ。いいねしても誰もわからんで、先輩。もうそのうち名前言いますからね。